皿洗いの女の子が7枚のお皿を洗い終わって数えてみたら、お皿が8枚になっているのです。その夜は真っ暗になったので、女の子は安心して恋人に何もかも与えることができました。レコード店でかけてもならないレコードが一枚ありました。暗いところに置くと辺り一面明るくなるレコードだったので、少年はそれだけは売るまいと思っていました。盗まれた月の話です。ある朝、僕は思った。僕に愛せない人なんてあるだろうか。だが、ある朝僕は思った。僕に愛せる人なんているだろうか。僕の書きかけの詩の中で巣のひばりが飛び立とうとしている。日はいつも曇っているのに。いつも曇っているのに。
ほどかれて少女の髪に結ばれし葬儀の花の花言葉かな。トンビの子泣け惜しも来た金叩き奪捨て以前の母眠らしむ。かくれんぼ鬼のままにておいたれば誰を探しに来る村祭り。泣き母の真っ赤な櫛を埋めに行く恐れ山には風吹くばかり。降りながら自ら滅ぶ雪の中大父の御し神を我が水。濁流に捨て岸もゆる万寿しゃげ赤きを何の生贄とせん。見るために両目を深く盛んとすカミソリの刃に地平を移し。新しき仏壇界に行きしまま行方不明の弟と取り。水差しのタバコで北を指す時の北暗ければ望郷ならず。一本じゃかわいそうだからと思ってもう一本並べると林という字になりました。なぜ涙ぐんでいるのかよくわかる。本当に愛し始めた時にだけ寂しさが訪れるのです。本がある。本のない子に海がある。海のない子に旅がある。旅のない子に恋がある。恋のない子に何がある？ひまわり咲いて日は暮れて恋のない子に何がある？